リンゴルフフューチャーズトーナメント決勝戦ミッションヒルズカントリークラブアーノルドパーマーコースで第2ラウンドとなります。アンダー目指して頑張ってください。はい、はい、上がんない。え、何、首が痛くて上がりません。テイクバックが嘘、大丈夫、もうダメそう。またしてもとんでもないアクシデントがあり、高山香織選手ぎっくり首になってしまい、危険となってしまいました。谷田ゆりが選手が5オーバー以内を目指して頑張ることになりました。はい、よろしくお願いします。お願いします。さあ13番パー4にやってまいりました。ここも罠満載ホールです。特にセカンドショットが難しいです。ドローがかかって言われた通りのフェアウェイ右サイドにナイスショットです。罠満載の13番セカンドショットです。手前左奥池で、池に向かって傾斜してます。ちょっと左側ですが、手前に、あ、止まるか止まるか、ギリギリ止まりました。ギリギリ止まりました。ちょっと危なかったです。グリーン近くにやってきております。手前から奥、右から左に傾斜があり、池に入るような設計になっていますが、谷田選手ギリギリ救われました。パターで行くのか、ウェッジで行くのか、グリーンとラフの間の芝が結構長いので、ちょっとパターはきついかもしれません。お、怪我が少ないパターに変えました。さあ4メートル、スライスラインねじ込むことができるか。惜しい惜しい、スライスフックです。ちょっとスネーキーだった、はい、罠満載12番13番パーでしのぎました。ナイスパー、ありがとうございます。14番パー4、若干左ドッグの380ヤードのパー4です。狙い目はフェアウェイ真ん中。ちょっと左に行ってバンカー方面か、バンカーには入らず左ラフで耐えています。ショートカットです。ちょっと左に曲がってしまいましたが、全く問題なく148ヤード残り8番です。おお、筋いってる。あ、ショートだ。ちょっとショートになってしまいました。うまい。14番パー4、約20ヤードショートしてしまいました。これを寄せ切ってパーでしのげるか。ナイス、素晴らしい、ナイスアプローチ。あ、慎重にパーパットを沈めてください。ナイスパー。15番パー5です。左ドッグの短いパー5です。なるべくフェアウェイ左ドッグなので、フェアウェイ左をキープしたいです。ん、フェアウェイど真ん中です。ナイスショットです。ありがとうございます。さあ第2打地点ですが、打てば届けるのもレイアップです。170ヤードバンカー方面。
ちょっと右に出てしまいましたが、左にフレンドリーに跳ねるか。まあでも全く問題ありません。ラフは深くありません。さあ60ヤードにレイアップしました。58度でバーディーチャンスにつけることができるか。グリーンは右から左に、奥から手前に傾斜してます。お、筋ってます。距離はちょっと手前、スピンがかかりすぎてしまい、手前で止まってしまいましたが、バーディーチャンスです。さあ15番ホールパー5、見事に3オンしております。約5メートルのバーディーパットになります。左右にマウンドがあり、ラインが読みづらい位置です。ちょっと弱いか。ちょっと届きませんでした。届かないと入らない。ナイスパー。16番パー4、罠満載のパー4、池がらみのパー4によってまいりました。正面のバンカー2つの間にティーショットを打っていきたいと思います。ちょっと右ですが、全く問題なく、バンカーの2つのバンカー、右バンカーの右エッジ方面です。ナイスショット。さあセカンドショット、ファーストティーショットはナイスショットでした。残り137、左は下げたいところです。右すぎや、ちょっと右すぎた。あ、跳ねてバンカーかな、バンカーに入ったかもしれない。ちょっと右に逃げすぎました。グリーン近辺にやってきました。見ての通り左は池、これを避けるために、少々右を狙ってバウンドが悪くバンカーに入ってしまいました。バンカーの砂の状態は良く、ライの状態もいいので、ここでなんとかパーセーブをしたいところです。さあパーセーブなるか。ちょっと厚く入ってショートしてしまいました。約3メートルちょい。下りのフックラインになると思います。下りのスピードは 80%。そんなに傾斜はきつくありません。セーブなるか。おお、ナイスセーブ。ありがとうございます。素晴らしい。さあ難関罠満載17番パー3にやってまいりました。今日のピン位置は奥188ヤード。選択クラブは5U です。すじってる。距離は、あ、乗った、乗ってるよね、手前、あ、動いてる、動いて真ん中ぐらいまで行ったから。ナイスショット、ありがとうございます。ナイスショットしのぎました。難関17番、ティーショットナイソンです。水越え、周り水だらけ、バンカーだらけの難関17番のティーショットを見事にオンして、約7メートルのバーディーパットになります。少々上りでしょうか。さあ読み切ることができるか。
ちょっと読みを外してたようです。でもナイスパーでした。ナイスパー。ありがとうございます。17番までイーブンできております。今日第2ラウンド17番ホールまでイーブン、パー5、次の18番は簡単なのでイーブンパー濃厚になってます。5オーバーのクォーターをイーブンパーで今のところしのいでおります。ということで2オン可能な18番パー5にやってまいりました。あーでもちょっと上げてますね。んーよいしょ、言われた通りの越えた？見えなかった、谷田選手言われた通りのドライバーショットを打って残り228ヤード2オン狙いです。3番ウッドを持っています。おお、ちょっと右に出てバンカーか、右バンカーでしょうか。18番グリーンに来ています。谷野選手果敢に2オンを狙いましたが残念ながら左バンカーに捕まってしまいました。さあここからサンディーなるか。ライは悪くありません。サンディーバーディー。ちょっと厚く入ってしまいショートで約3メートルのパットが残りました。谷田選手3オン約4メートルのバーディーパット。さあアンダーで割ることができるか。ちょっと打ち切れませんでしたが見事にパーで、セカンドラウンドもイーブンパーで終了しました。2ラウンドお疲れ様でした。お疲れ様でした。見事に2ラウンドともイーブンパーで2ラウンド終わってイーブンパーになってます。これから強行撮影ですが今日2ラウンド目あのパーマーいきます。またこの2ラウンド目も頑張ってください。はい、ありがとうございます。できればここでアンダーを出せば、QT 確実にいけるような感じだと思うんで頑張ってください。ありがとうございます。